キリストの洗礼は、初期ルネサンスの画家アンドレアデル・ベロッキオとその弟子たちが描いた絵画。通礼・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされるが、この二人以外の手も認められる。ヨハネは、洗礼者として、荒野で、禁欲的な陰遁�生活を送りながら、彼のもとにやってくる人々すべてにヨルダン川の水で、洗礼を施していた。彼は、天使の導きによって、その場で、 イエスを待っていたのであった。キリストが洗礼を受けるために現れた時、ヨハネは、私こそ、あなたから洗礼を受けるべきなのですが、とイエスの足元にひれ伏したという。聖書の中でもとりわけて、有名な、この場面は、多くの画家によって描かれてきたが、その中でも特に有名な作品である。ルッカ、ヨハネ、マルコ、マタイの、各福音書には、本作の情景に関する記述がある。 本作品の制作者であるベロッキオは、絵画や版画、鋳造、機械工学や、数学、音楽の際にも恵まれており、当時のフィレンツェにおける一流の芸術家であった。それゆえ、彼の工房には、大勢の有望な若い弟子たちが集まることとなった。彼の工房では、多岐にわたる分野の作品を制作していたため、共同での制作が頻繁に行われていた。 本作品もそのうちの一つにあたる。本作は1472年から75年にかけてフィレンツェのサンサルビー修道院により依頼を受けて制作された。当時、ベロッキオの弟子であったレオナルド・ダ・ヴィンチに天使や背景などを描かせたとされるが、キリストや右側の洗礼者聖ヨハネの部分にもボッティチェリやロレンツォ・ディ・クレティの手が入っているとする研究者もいる。 本作品には人体の解剖学的構造への著しい関心が見られるのに対し人物の衣ひだや中継の岸壁の仕上げには稚節なほどの成功さが見られるためベロッキオやレオナルド以外の第三者の手が入っているのは確実であると考えられる。また全体の複数の作者の合作であるため画面全体の不調和や統一感の欠如は否めないが ベロッキオの独自性と力量が遺憾なく発揮された作品である。1810年にアカデミア美術館のコレクションのうちに入ったが、1959年にウフィッツイ美術館に移された。ボッティチェリのビーナスの誕生は本作の形式に従って描かれたものである。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた左端の天使を見て、死であるベロッキオは筆を折り、 その後二度と絵を描くことはなかったと伝えられているが、正確には間違いであり、単に工房が受注した絵画の制作のほとんどを、弟子たちに任せ、自身は専門の彫刻に専念していったというだけでしかない。この逸話は、バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝に橋を発するものである。ありがとうございます。